ラーメン北海道のラーメン、旭川ラーメン、旭川ラーメン、旭川ラーメンとは、北海道旭川市周辺で供され、食されるラーメンであり、ご当地ラーメンの一つ。札幌ラーメンの味噌ラーメン、函館ラーメンの塩ラーメンに対し、旭川ラーメンは、醤油ラーメンとメディアなどで称されることが多いが、特段制約がなされているものではない。旭川大学経済学部、 江口ゼミナールの調査によると、半数以上の店舗で醤油味が売れ筋であるという調査結果がある。旭川市は人口比のラーメン点数が多い地域でもある。W スープの上層に多めの油が浮いている様子が確認できる旭川ラーメンの典型例旭川ラーメンの麺の特徴を一言で言えば低下水地じれ中細麺である。麺の形状的には、 中細の縮れ麺が最も多く、旭川で営業している店舗の53.2%で採用しており、ついで中太の縮れ麺を28.6%の店舗で採用している。全体では9割を超える店舗で縮れ麺が採用されており、ストレートの麺はあまり見られない。加水率は25%から29%と低い。 加水率が低い縮れ麺は、食感が固めで、歯切れが良く、小麦粉の香りが残り、茹で上げた後でもスープを吸収しやすく、麺に絡みやすい特徴がある。低加水率麺には、麺が伸びやすい欠点もある。自家製麺を行っている店舗もあるが、旭川市の製麺所が製造する麺を使用する、店舗が8割以上を占める。 オーソドックスな昔ながらの旭川ラーメンではネギ、メンマチャーシューとシンプルな具で味付けせず塩抜きだけしたメンマを使うことが多かったが近年は多種多ようなラーメン店が出店しているためその限りではないまた旭川発祥の名物である塩ホルモンやトントロがチャーシューの代わりに用いられることもある観光客向けにホタテやコーンなどの北海道特産物や バターなどの乳製品を加えたラーメンも存在する。蒸気のように、豚骨、鶏ガラ、魚介、野菜などの多数の素材を用いたスープと、高水面よりもコストが高くつくとされる、低下水面を使用しているラーメンが、旭川ラーメンの特徴と言えるが、そのため原材料のコストが高くなりがちで、一杯、あたりの価格帯は、他地域と比較すると高めとなっている。 旭川ラーメンの始まりには諸説ある。札幌ラーメンのルーツと言われている1922年創業の中華料理店畜家食堂が1933年に旭川で放卵という視点を出し中華麺文化が始まり1936年に2015年まで営業を続けていた八条は魔町という蕎麦屋で ラーメンをメニューに掲載したという説も残されているが、第二次世界大戦などの影響もあり、一旦姿を消す。概して戦前の旭川ラーメンは、札幌ラーメンのア流的な位置づけであったとされる。ラーメンは、東京ラーメンのようにすっきりとしたものであった。旭川ラーメン村戦後は、地元で、独自の工夫をしたラーメンが広がり始める。 戦後間もない1947年にラーメン専門店として創業し、現在に至るまで続いている八屋と同年に屋台から始めた青葉の2店のスタイルが旭川中に広がっていった。この頃からすでに W スープや低価水面などの旭川ラーメンの特徴的な要素が形作られている。ついで1950年に特一番が 1952年には、店員金が創業し、ラーメン文化が徐々に市内へ浸透していき、現在まで続く旭川ラーメンの源流となった。特一番は、旭川ラーメンとしては初めてチェーン展開を行ったと言われており、最盛期には10店舗存在した。現在も旭川市内で5店舗が営業を続けている。また、 特一番ののれんわけに、新特一番や、味特などがあり、東京にもチェーン展開を行うなど、当時の繁盛ぶりを物語っている。1960年代後半から70年代前半にかけて、札幌ラーメンの影響を受けて、旭川で味噌ラーメンを取り扱い始めた、吉野を皮切りに、醤油ラーメン以外の味を主力にする店舗が現れるなど、 以降各地のラーメンの影響を受けつつ成長してきた。1996年に旭川ラーメン村が誕生。旭川市の商工部観光課も PR に力を入れ、観光の目玉としても親しまれるようになった。2001年には旭川ラーメンを含む北海道のラーメンが北海道遺産として認定された。平成以降は八屋や青葉が 新横浜ラーメン博物館に出展したり、旭川市外の店舗へのれん分けをしたり、日本国内のみならず、国外まで展開するチェーン店が生まれるなど、北海道外でも旭川ラーメンの名が広まっている。旭川ラーメンでは、製麺所の麺を使用することが多いが、これも昭和三十年代の旭川ラーメン黎明期より、麺のおろしからラーメン作りまでを、製麺所が、 先頭に立って、指導を行ってきたゆえんとも言える。ラーメン店と製麺所の結びつきを象徴するエピソードとして、八屋と同年に創業し、旭川市内で大きなシェアを持つ製麺所、加藤ラーメンの創業者である加藤熊彦は、八屋の創業者である加藤江直の兄であり、共に八屋のラーメンを作り上げたことのみならず。 創業間もない青葉に麺を提供するなど、旭川ラーメン全体に大きな影響を与えたことも挙げられる。現在では8割以上の店舗が製麺会社から麺を仕入れており、旭川市内に存在する製麺会社上位5社で、シェアの74.4%を占めているモル麺2012年に発表された。 新たなご当地グルメで、旭川名物のラーメンとホルモンを掛け合わせたラーメン。赤い丼を持ち、醤油ベースのスープで、旭川の醤油と国産のコラーゲンで煮込んだホルモンをトッピングするように定められている。従来市販されていたホルモンでは、醤油ダレのスープでニンニクなどを用いずに臭みを消すことが難しいため、新たなご当地グルメの開発にあたり、 臭みが少なく歯切れの良いホルモンが開発された。近年では活動の中心団体となる旭川醤油、ホルメンクラブの趣旨に賛同した旭川市内のラーメン店のほか北海道各地のイベントや北海道外で行われる、北海道物産展などへ出展、参加しており、ローソンとのコラボレーションによる商品化も行われ、旭川市外の地域でも目にする機会が増えている。 なお、旭川市内でホルモンを、ラーメンのトッピングに使い始めたのは1981年創業で、現在も営業を続けている、ひまわりが元祖であり、モルメンという名称で醤油味に限らず他の味でも提供している。旭川ラーメンの具は、シンプルであることが多いが、バリエーションの一つに、野菜ラーメンと呼ばれるメニューを加えている店舗が多い。 これは多くのラーメン店で見かけるもやしラーメンやネギラーメンとは区別され、もやし、白菜、玉ねぎ、人参、キクラゲなどのタンメンで使われるような複数種の野菜を炒めたものがトッピングされるラーメンを指す。醤油味であれば、醤油野菜ラーメン、塩味であれば、塩野菜ラーメンと呼ばれることが多い。チャーシュー麺との組み合わせである野菜。 チャーシュー麺も存在する。旭川ラーメンの多くの店舗で見かけることができるメニュー。少量のネギだけが乗った、いわばかけそばのラーメン版と言える。通常のラーメンよりも50円200円ほど安価である。ラーメンの上に揚げたトンカツを乗せたトンカツラーメンをメニューに加えている店舗が多数存在する。その全てが旭川近郊のラーメン専門ではない。 定食屋を兼ねた店舗で扱われており、チェーン展開している店舗では、いち早くラーメン専門店から定食屋へと路線を変えた、特一番の旭川市内すべての店舗で取り扱われている。カレーラーメンと掛け合わせた、カツカレーラーメンも存在する。ありがとうございます。